こんにちは、バズタイムズディレクターの鈴木りりかです。今日は元祖なにわ屋の柿の種で知られていますなにわ屋製菓さんに来ました。なんか私の見たことのないお家の形をしていて、私もちょっと入るのが楽しみです。では早速行きます。ポキパスです。ポキパス、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。あといきなりなんですけども、はい、でっかく書いてある、はい、新潟長岡柿の種発祥の地が、はい、博物館みたいな感じになっててすごいですね。そうですね、ありがとうございます。こちらは直売所にちょっとしたこう柿の種だったりなにわ製菓の歴史がこう体感できる施設となっております。鈴木さん、はい、弊社1923年創業いたしまして、はい、新潟でも馴染みの CM の歌があるんですが、はい、ご存知ですか？すいません、ちょっとわかんないんですよ。じゃあこのフレーズもご存知ないですかね。パーカパッカポーコポコ田舎道、お馬がお米を運んでる、町へお米を運んでる。ちょっとそれでは柿の種の形の話をしていきます。はい、はい、私も柿の種の形の再現 VTR みたいなのちょっと見たことあって、ありがとうございます。知ってるんですよ。こちらが実際の柿の種の金型になります。もともとは小判型のあられを製造していたんですが、1924年にあるきっかけで柿の種の形が生まれたんですが、ご存知ですか？踏んだ。正解です。これ知ってるんです、このエピソード。ありがとうございます。奥様が、急にお客様がいらした時に、慌てて立ち上がった時に小判型の金型を踏みつけてしまいまして、このまま製造したのがきっかけで今の柿の種が誕生しました。こちらが昔の CM の絵コンテなどを展示したところになります。すごい、絵コンテとかあんまり見ないです。こちらが一番古い昭和40年代の CM になります。当時はさっき歌った歌とは違うテーマソングで CM 流れてました。あ、その時もテーマソングがあるんですね。はい、はい、種種柿の種、元祖なにわ屋の柿の種、元祖なにわ屋の柿の種っていう歌で当時はやってました。でもその時から元祖ってつくんですね。そうです、なにわ屋製菓以外も柿の種はいろいろ製造してるんですけど、一番最初に作ったのが弊社なにわ屋製菓になるので元祖柿の種というふうに。はい、今、仕込みの工程に来ました。おお、すごい、なんか美味しそうなお餅みたいな。そうですね、こちらが柿の種を作る工程の一番最初の工程で、お餅を、はい、すごい、お餅を作ったのをこう細い棒状の餅に今成形しているところです。おー、じゃあこれが1日経ったお餅。そうです、1日冷蔵庫で冷やして固まった棒状のお餅です。おお、すごい、なんか出てきてる。こういう感じで、すごい、これなんかナッツみたい、ね、そうですね。なんでよく見てもらうと、この一粒一粒が柿の種の形になってます。こちらが、はい、切断の次の乾燥する工程になります。すごい、なんかいい匂いがします。めちゃめちゃ。そうですか。すごい、なんかメダルゲームみたいに落ちてきてる柿の種が。焼く工程になります。焼く、これは、はい、すごい、あ、これはもう見たことあるような感じじゃないですか。はい、こちらが実際に焼き上がった焼きたての柿の種になります。焼きたてだ。まだ醤油はついてない状態です。すごい、ちょっと食べてみますか。いいんですか。ただすごく熱いので気をつけてください。大丈夫ですか。ああ、ちょっと、ああ、アイロンぐらいな感じですね。ヘアアイロンぐらい。じゃあいただきます。うん、あ、カリカリしてる、なんか出来たてって感じがします。カリカリしてる、いつもより、うん、国産のお米にもこだわってますので。
はい、じゃあここからは私滝沢の方でこのお店の中を紹介しようと思うんですけれども、はい、ここでしか買えない商品もあるんですけれども、それはちょっと後に取っておいて、はい、これですか？あ、そうですね、これがですね当社の、まあ、フラグシップ商品というか当社の缶に入ってまして、お土産で使っていただくことが非常に多くてですね、このまま渡せるっていうことですね。そうですね、もうこのまま第1位、第1位に、はい、あの選ばれました。すごい、ありがとうございます。ふるさと名物総選挙ですねの菓子部門グランプリ、すごい、はい、ありがたいことに総選挙で1位、憧れます。 NGT も総選挙で、はい、すごい、はい、こちらがですね冬季限定の柿チョコ商品になってまして、はい、こっちもあの当社ですごい人気のある商品なんですけれども、あの柿の種にチョコレートをコーティングした商品になっていて、これが、実は今年で、発売して30周年ということで、カフェラテ味ってあったんですね。あったんですよ、すごい、はい、であとグループ会社の安部厚生課のオイル漬けとかも置いてます。へー、はい、オイル漬けよく見るかもしれない。こっちは何ですか？これはですね、あの元祖柿の種のちょっとこう懐かしい感じのネットに入った商品になってまして、こちらがですね、あのここでしか買えないっていうような商品になってまして、大粒柿の種とあと小粒の柿の種を、まあ、直売店限定価格としてめちゃくちゃお得に、販売させていただいておりまして、すごい、はい、まあ、ちょっとこれ目当てに買いに来るお客様もいらっしゃると。あとはですね、あの何話やと柿の種の誕生の全てが分かる柿の種の心というのが結構前にあの発売されておりまして、そうなんですか、あの多分もう書店では手に入らないので、多分これもここでしか買えない本なのかなということで、ちょっとあの柿の種ファンの方、あのめちゃくちゃいい商品かなと思っております。すごい。実はですね、当社で、製造している時にあの形がちょっと不揃いというか、正規の形をしていない破裂してしまったものをちょっと C 品という形で呼んでるんですけれど、 ABC の C 品ですね。で C 品がほんのちょっとだけ出る時があって、で今日たまたま出たのでちょっと食べていただきたいなと思って。いいんですか？はい、こちらが先ほど見ていただいた、特用の A 品になってまして、こっちがめちゃくちゃレアな C 品で、あのかかってるタレは一緒なんですけど、そういう、 こう破裂具合であったりくっついたりしているので食感とかがちょっと違うと思うので、ぜひ食べてあの見てください。こっちは普通の柿の種です。いただきます。うん、うん、柿の種いつも通りですよね。ありがとうございます。うんです。 C 品の方、はい、くっついてるやつ、サドみたいないただきます。うん、なんかボリボリしてるかも、ふわふわ、うん、合ってますよね。なんかすごいボリボリしてます、うん、こっちは。じゃあちょっと先ほど、店内を回っていた時にカフェラテ柿チョコちょっとなかなか珍しいということだったので、ぜひあの一粒いただきます。うん、美味しい。めちゃめちゃ好きな味です。ありがとうございます。なんか甘いけど苦味があるというか、美味しいです。めちゃ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 美味しい。ありがとうございます。買いたいですね。ぜひよろしくお願いします。いいですか？はい、ありがとうございます最後にあの、まあ、柿の種発祥の地ならではのスポットがございますので。なんだろう。それがですね、こちらの柿の種神社でございます。柿の種神社、柿の種神社をちょっと作ってしまいまして、柿の種踏んづけちゃって、まあ、それ失敗から、まあ、柿の種っていう米花を代表するジャンルができましたので、まあ、ちょっと失敗は成功の元的なところにあやかりまして、柿の種神社を作らせてもらいました。すごい。足のところも柿の種が。あ、そうなんです。あれも踏み石もあの柿の種の形で、踏み石も柿の種で、はい、柿の種の神様、これからも柿の種を守り続けてください。神様ではよろしくお願いします。美味しかったです。皆さん、私もなんと何でもノート書いてます。ぜひ見に来てくださいね。はい、書きました。ぜひ見に来てください。